はい、皆さんこんにちは、下田健司でございます。今回やっていく内容はこれです。副腎皮質ホルモン関連薬確認していきます。前回は視床下部下垂体ホルモン関連薬見ていったんですが、今回は内分泌系に作用するお薬の中でも2つ目の内容、副腎皮質ホルモン関連薬を見ていくということになりますね。で、特に今回ね、ここで取り上げたのは糖質コルチコイドについてね、取り上げていますんで、皆さん今回の動画で糖質コルチコイドについて詳しくなってもらって、そしてどんなお薬があるのか、どういった作用を示すのか、どういった副作用に注意しなきゃいけないのかってことね、把握してもらったらいいかなと思います。ということで今回ね、副腎皮質ホルモン関連薬見ていきますんで、皆さん今回の内容で糖質コルチコイドについて詳しくなってください。それでは詳細確認していきましょう。はい、じゃあ副腎皮質ホルモン関連薬見ていく前に、まず皆さん副腎ってどうなってるのかってこと、これを確認していってください。じゃあこの副腎なんですが、どこにあるのかっていうと、副腎はですね、ここにあります。これが腎臓だとすると、これ腎臓だとすると、この腎臓の上にですね、くっついているこの臓器が副腎となってるんですね。で、国家試験ではこの副腎どういうふうに形成されているのかとか、どういったものを分泌するのか、どんなホルモンを分泌してくるのかってことを聞いてくるので、まずそこをしっかり頭の中に入れてください。じゃあ副腎についてなんですが、これについてはですね、国家試験で断面図が出たことありますんで、この断面図をもとにですね、お話ししていきます。ということで、これ副腎をバッサリ切りましたよって思っておいてください。で、こっちが外側。こっちが内側っていうふうに思っておきましょう。じゃあどんなふうに構成されているかというと、まず2層で構成されてますね。外側が皮質、そして中に髄質がありますね。で、皮質髄質があるんだけど、この皮質なんですが、より一層細かく分類されてます。どんな感じになっているかというと、球状層、側状層、毛状層と3層に分かれているっていう感じになりますね。まずこれちゃんと押さえておきましょう。なぜかというと、それぞれで役割が違いますんで、ちゃんとどうなってるのかってことを把握しておかなきゃいけないっていう感じになりますね。じゃあここまででどんな風に構成されてるのかってことを確認することできました。じゃあ次は何を分泌してくるのかってことを確認しますね。まず髄質から見ていきますが、髄質はカテコールアミン類。これをですね、分泌していきます。内容としては、アドレナリンとか、ノルアドレナリンですね。こういったものを分泌してくるよっていうね、これが髄質ということになりますね。なので、髄質から何が出てくるんですかって言われたら、カテコールアミン類、アドレナリンとかノルアドレナリン、これが分泌されてくるんだなってことをちゃんと分かっておきましょうね。じゃあ次は皮質なんですけど、この皮質からはね、いろんなホルモンが出てきます。で、いろんなホルモン出てくるんだけど、球状層、側状層、毛状層で出てくるホルモンが違うので、そこをちゃんと覚えなきゃいけないってことになります。じゃあどうやって覚えるのっていうと、こんな語呂があります。急性アル中即コール、もうダメっていうね、こんなね、語呂がありますんで、急性アル中即コール、もうダメ。これを使って覚えていってください。じゃあどんな風に使っていくかというと、まずこんな使い方できますね。こっちが外側で、こっちが内側。じゃあ外側どうなってるかというと、外側は球状層ということで、まずこの球が球状層を表している。で、次側ですね、これがまあ真ん中ですね、真ん中ということで側状層で、毛ですね、これが内側ということで毛状層っていうのを表しているよっていうことで、この語呂を使うことによって、皮質の外側どうなってるかというと、皮質の外側は球状層、真ん中は側状層、そして内側に毛状層があるよと覚えれますんで、まあ、こんな使い方をしてもらったらいいかなって感じですね。で、あとはこの語呂を使うことによって、何が分泌してくるのかってことも覚えることできます。アル、コール、モーダのこのダですね、これを押さえることで何が分泌してくるのかって覚えれますね。じゃあこのアルなんですが、何かというと、このアルはアルドステロン、そしてコールがコルチゾール、そしてダメのダーが男性ホルモンを表してますね。ということで、急性アル中即コールもうダメって覚えることによって、急上層からアルドステロン、糖質コルチコイド、側上層からコルチゾール、糖質コルチコイド、そして毛上層から男性ホルモン、
分泌されてくるんだと覚えれますんで、皆さんこの語呂を使って必須ってどうなってるんですか、何が分泌されてくるんですかってことをちゃんと押さえましょう。ってことで、まず副腎について確認していったんですが、副腎っていうのは大まかに必須と随質に分かれる。随質からはカテゴラミン類が分泌されてくるよってことになりますね。で、必須については3層に分かれていて、その3層で分泌されてくるホルモン違いますんで、皆さん語呂ですね、急性アルチュー、速攻ルモーダメなんかを使って何が分泌されてくるのかってことをしっかり押さえてください。ってことで、まず副腎について押さえましたけど、副腎ってどうやって構成されてるんですか、どんなホルモン分泌されてくるんですかってこと、ここをねしっかり抑えるようにしましょう。はい、じゃあ次はですね、ステロイドホルモンの整合性確認していきますっていうことで、国家試験ではこのステロイドホルモンどうやってできるんですかってことを聞いてきますんで、今回はステロイドホルモンの整合性を確認していくってことになりますね。じゃあこのステロイドホルモン何があるのかってことなんですが、このステロイドホルモンには高質コルチコイドとか糖質コルチコイド、あとは性ホルモンがあるってことになります。なので、このステロイドホルモンの整合性が分かれば、高質コルチコイドってどうやってできてるんですか、糖質コルチコイドってどうやってできてるんですか、そして性ホルモンってどうやって合成されてるんですかってことを確認することができるとなりますね。じゃあまず最も初めの原料、一番初めの原料ですね、これが何かというとコレステロールとなりますね。なのでコレステロールというのはステロイドホルモンの原料となっているということを知っておきましょう。で、このコレステロールが変化します。何に変わるかというと、変化するのはプレグネノロンに変わっていくとなりますね。ということで、このコレステロールがプレグネノロンに変わらない限りは、いろんなホルモンはできません。なので、このプレグネノロンは必ず経由するんだってことを知っておいてください。で、あとはいろんな物質がバーっとですね、関与してるってことになるんだけど、これ全部見てると相当厳しいので、ポイントとなるとこだけ覚えてください。まあ、テキストにはですね、この変化した後の物質、構造載していますけど、全部をね、覚えていくのはかなりしんどいだろうということで、今回このね、動画ではポイントを絞ってお話ししていきます。なので、このプレグネノロンまでは絶対知っとかなきゃいけない。じゃあ、こっからはどこが大事なのかってこと、これをね、絞って押さえていってください。じゃあ、まずアルドステロンの合成から見ていきますが、はじめに何が関与するかというと、3ベータ水酸化ステロイド脱水素酵素、これが働きます。なので、3のベータ I ですね。これを脱水素する酵素が働くんだっていうぐらいで押さえとけばいいです。で、次は何かというと、次は21水酸化、21を水酸化していくなと。で、次に11ベータですね、水酸化ということで、11のベータI、これを水酸化していって、それによってアルドステロン、高質コルチコイドができるんだよと押さえておいてください。まだね、細かいね、反応っていうのはあるんだけど、まあ、そこまで押さえなくていいです。3のベータIが脱水素。21位が水酸化、11位のベータ I が水酸化、それでアルドステロンができるぐらいで十分ということになります。まあ、細かいの見たければ、またテキスト見てもらったらいいかなと思いますね。これがアルドステロンができる経緯ということになります。じゃあ次は糖質コルチコイドができる経緯なんですが、この糖質コルチコイドできるにあたっては、17α 水酸化酵素、これが必要ということになりますね。なので、この 17α 水酸化酵素が働くことによって、こっち側に反応が進行するということです。で、ざーっと反応を進行していって、最終的には何ができるかというと、高質コルチコイドである、ヒドロコルチドンですね。まあ、これコルチドールのことですね。ができる。あとは、コルチドン。まあ、できてくるよということになりますんで、これによって、糖質コルチコイドができるよということになりますから、高質コルチコイドの反応に加えて、17α 水酸化酵素が必要ということになります。で、この 17α 水酸化酵素が働くことによって、反応がこっちにシフトしてですね、それによって、糖質コルチコイドができるよっていう感じになりますね。で、これをもう一回こっちにシフトさせると何ができるかというと、性ホルモンができてくるということなんだけど、性ホルモンというのはちょっと先出しちゃったんですけど、アンドロステンジオン、これをですね、経由してできます。なので、これも絶対知っておかなきゃいけません。アンドロステンジオンっていうのを経由してできていくんだなってことです。で、このアンドロステンジオン、これを経由して何ができるかというと、テストステロンができます。男性ホルモンができる。で、この男性ホルモンができた後、アロマターゼというのが働いて、で、その後に女性ホルモンができます。なので、男性ホルモンにアロマターゼっていうのが働いて、女性ホルモンできるんだなってことを知っておきましょう。で、あとはどうかというと、あとは、
5α 還元酵素ですね。これが働くことによって、ディヒドロテストステロンというのができるんですけど、これはテストステロンの作用がめっちゃ強いもの。ということで、男性ホルモン作用がすごい強いものができるんだってことを知っておいてください。これが性ホルモン経路となっているということです。まあ、この性ホルモン経路はですね、またですね、違う分野でありますんで、性ホルモンどうやって合成されるのか、これはですね、一応ここで押さえてもらって、そしてどんな作用があるのかってことは、次の内容ですね。性ホルモンのところで見てもらったらいいかなと思いますけど、一応合成経路はこのようになってますんで、このアンドロステンジオンを経由してテストステロンができ、そしてそこにアロマターゼが働いたら女性ホルモンのエストラジオールができるってこと。5α 還元酵素が働くと、ジヒドロテストステロンといって、めちゃくちゃ男性ホルモン作用が強いものができるということを知っておいてください。これがステロイドホルモンの整合性ということになるんだけど、高質コルチコイド、糖質コルチコイド、そして性ホルモン、どんな感じでできるのかってこと。これね、細かく表すとめちゃめちゃあるんで、大まかにポイントを絞って頭の中に入れておいてください。プレグネノロンですね。プレグネノロン。これを経由して全部できてくるということなんだけど、アルドステロンできるときは3のベータ位が脱水素、21位が水酸化、11位のベータ位が水酸化によってアルドステロンができる。で、糖質コルチコイドができるにあたっては 17α 水酸化酵素が必要で、その後、高質コルチコイドと同じような反応を起こして、そして糖質コルチコイドができる。で、性ホルモンはどうかというと、アンドロステンジオンっていうのを経由して、男性ホルモンのテストステロンができて、それにアロマターゼが働いて、女性ホルモンのエストラジオール。5α 還元酵素が働くと、テストステロン作用の強いジヒドロテストステロンができるんだってこと。ここはですね、最低限覚えなきゃいけませんので、皆さん今回ね、ポイント絞ってお話ししましたんで、ステロイドの整合性については、今のポイントをしっかり絞って、そして国家試験の問題に、対応できるようになってください。ということで、これが何かというと、これがステロイドホルモンの整合性についてのお話ということになります。